リミチェーサーです。今回はこちら、東京リベンジャーズの三ツ矢隆志くんのキャラケーキを作っていきます。リクエストありがとうございました。はい、今回は5号の方で作っていきます。はい、私の手のひらよちょっと小さいくらい。五号の方で作ると市販のケーキにも乗せやすいという利点があります。今回は底が取れる型の底の大きさに合わせて切ったオーブンシートや写し絵の紙、こんな風に。 絵の上に重ねて有線のペンで写しておりました。今回の絵はこんな感じのバッジのもの、ちょっと睨んでる感じがかっこいいかなと思って選んでみました。はい、写すのにはえっといつも使っているクラフトテープにもかける油性マーカートップバリュー商品5本300円ぐらいで売ってるものを使っています。はい、ではひっくり返して型の上に乗せていきます。 この上からジップロックなどのフリーザーバッグを同じく、刀の大きさに切って重ねていきます。はい、今回はえーとトップバリュー商品のジッパーバッグですね。冷凍可能なものを使用していきます。では、こちらが動かないようにぐるっと一周テープで留めていきましょう。はい、こんな感じで綺麗に光を反射するのが目安になります。では、この上をチョコレートでなぞり書きしていきます。 はい、こんな感じで滑らかに溶かしたチョコレートを用意します。メーカーはどこのものでも構いません。今回は明治のミルクチョコレートを3。34かけくらいかな。もうちょっとかな。はい、書いて湯煎で溶かしてあります。はい、今回は髪の毛のギザギザがポイントになります。どこから始めても構いませんが、うーん、私はちょっと耳のところから行こうかな。 ここを軸というか始まりにして描いていこうかなと思っています。はい、そしたら髪の毛いきます。みちの髪の毛、シュッと尖っている感じが細かく出ているのがポイントになると思うので、はい、丁寧に 1>, 1本ずつギザギザさせてあげてくださいなるべく自分が描いた細さと同じぐらいの細さで載せられるといい仕上がりになると思うので根気よくやっていきましょうチョコレートライン書きが終わりましたではこちらは冷蔵庫や冷蔵庫でしっかりとチョコが固まるまで冷やしておきます続いて色付けの用意をしていきましょう はい。では続いて色付けの準備をしていきます。こちらに用意したのは植物性のホイップクリーム。1パックに対して大さじ1ぐらいのお砂糖を加えて、電動ミサーで1分から1分半ほど泡立てたものです。はい。それをこんな感じで小分けにしています。角は立たないですけれども、 液体には戻らないぐらいのふわっと具合が目安になりますこちらに用意したのは食用色素今回は赤黄青黒を用意しましたこちらはスーパーの生花用品売り場などに売られている粉状のものとなります付属のスプーン12杯を入れたら水またはお湯を数滴入れて混ぜていきますだいたい 3滴ぐらいで十分となりますので入れすぎに注意しましょうしっかり水を吸わせて粉っぽさが残らないようにしておきます水よりお湯の方がきれいに混ざるので私はそちらをおすすめしますではこちらで色を作っていきましょうはいまずは黒ですね黒はちょっと今横から持ってこようと思って混ぜましたけど はい、色素の方にクリームを入れる感じにしてくださいそうすることでしっかりと濃い色を作りやすくなりますで初めのうちはもちろん灰色っぽいんですけれども混ぜてるうちにどんどん濃くなっていくのでこうなるまで混ぜていきますしっかり混ぜても 灰色っぽさが抜けない時には食用色素の量が足りないので、さらに追加してあげます。はい、隣は灰色として残しておきます。ちょっと生え際のところとかですね。に使う色になってきます。はい、耳のところのアクセサリーの色も今回は黒を普通に入れて黒と白で色分けしてあげればいいかなと思います。細かいところ気になる人は。 こちらの灰色を取って黒と混ぜてちょっと薄めの黒みたいなのを作って入れてあげるといいかなと思います。はいでは続いて髪の毛の色いきたいと思います。この灰際はこの灰色を使いますけれどもそれ以外の色がなんか紫っぽいので紫を作っていきます。まあ光の当たり具合とかそういうところもあると思うんですが、はい、まずはちょっと見たままの色を作ります。 はい、青と赤を取って混ぜていきますどうかなあちょっと赤が多いですね、はい、青を落として混ぜますちょうどバランス的には1対1ぐらいのバランスだといいと思いますはい今こんな感じなんですけれどもこれを取って隣に混ぜます で様子を見ていくとここに黒を混ぜればいい感じですかね灰色みももちろんあるので、はい、そこは抜かさずに灰色で調整していきますそうするとあいい感じかもはいこの色がちょうどあ中途半端だな ちょっと紫を入れてはいで黒も入れて濃くしますでちょっと青みが足りないので青を足しましょうはいあそうするといい感じですね今これが 髪の毛の濃い部分の色になりましたなのでこれをそのまま取ってもう一段薄めていきますはい髪の毛の2色はこれで完成ですいい感じに2色できましたね 眉毛の色はこちらを入れていきたいと思いますでは肌色を作ります赤と黄色でまずはオレンジを作りますわっ濃いこれも取った時の色味によるんですけれどもちょっと黄色を足してはいここから とって薄めた色で様子を見ます。もうちょっと黄色ですね。黄色強いと思ったら、これもさらに薄めます。はい。レンジ身を入れて。肌色を作ります。はい、これくらいかな。あ、これぐらいの色が良さそうですね。 オレンジになったところにやるとやりすぎかはい黒をちょっと黄色のところに取ってここにオレンジ2杯、はい、さっきよりも濃くなる感じにしていきますで混ぜるとはい影の部分の色になりますがちょっと黄色み強いかなもうちょっとオレンジあった方がいいですねはいということで足して 様子を見るとちょうど良くなったかなちょうど良さそうなのでこちらの色を使っていきます影の色はこの首元と耳の中の部分に使っていきますはい、あとはボタンのところの色を作ります黄色濃いめにとってここに少しだけ赤を入れます はい、そうすると、ちょっと落ち着いた色になるので、こちらの色を使おうかなと思ったら、ちょっとこれだと、あれですね、明るすぎますね、色が。えーと、ここに、黒を入れます。 シンプルに濁らせたこういうタイプでいきましょうもうちょっと赤赤かな微妙、はい、黄色ともう少し赤を入れますあ、こんな感じで良さそうですね はいということで今回こちらの色はまあ、ちょっとからし色っぽくなってるんですけどこちらの色を入れていきましょうはいでは作り終えた色をどんどん絵の中に塗り入れていきますはいでは色塗りをしていきますすいませんこの文字のところは黄色いチョコペンで書いてもいいです ここのの文字のところあれでしたもんね黄色く抜けてるんですもんね。はいということで今回は、えー、とチョコペン用意していなかったので先ほど作ったあのからし色かもって言ってたボタンのとこと同じ色ですね。でこんな風に爪楊枝で描きました。これがうまく出るかどうかはちょっとわからないんですがとりあえずこの部分は触らないようにして他のところから色塗りをしていきたいと思います。まずは同じ色の 黄色は他にないので、もうここに入れちゃいましょう。で、隣り合う黒い部分にはまだ色を入れずに、まずは髪の毛の色と影の色から塗っていきたいと思います。少しずつ塗っていけば失敗なくできるので、一気にやろうとしないで少しずつ進めてあげてください。 はい、まずはこの部分まで塗って一度冷凍庫に入れますラインのところにあのチョコレートの区切りがない場所を塗った時にはこまめに冷凍すると綺麗な仕上がりにしやすいですはい冷凍庫で30分ほど凍らせましたでは残りに色を入れていきましょう不安な人は黒を入れ終わった後にもう一度30分ほど凍らせてから肌色の部分を塗ると 安心して作業ができると思います背景の色は残ったところでオレンジを作ってみましたこちらの色を入れていきたいと思います型の中に入れたら冷凍庫で約1時間凍らせます1時間ほど冷凍するとこんな感じで この上から色付けの際に残ったホイップクリームをもう一度泡立て直して八分立ててにししたものを直し入れていきます。平らにならしたらもう一度冷凍庫に入れてさらに3時間以上しっかりと全体が凍るまで冷やし固めてください、はい、泡立て直したクリームはこんな感じ角がピンとは立たないですがてレーンとなって筋が残るくらいが目安となります 半分くらいかな入れれば大丈夫かなと思いますではこちらは冷凍庫に入れていきます3時間以上しっかりと凍らせた状態のものがこちらになりますではラップを引いてケーキの上に乗せやすいように準備をしておきます肩の周りを1,2周手で温めたらひっくり返してラップの上に乗せて底の部分を押します そうすることで簡単に外すことができますテープの部分を外していきましょうぐるっと一周外したら外側にぐっと引っ張って肩から離していきますでは肩の部分と下絵の部分を外しますまずは肩を取ってくっついてるところはこうい感じでずらして取って下絵もここで外しますお、いい感じかな でえー、とケーキの上にのせるときに手間取らないようにラップにくっつくとちょっとあの汚くなってしまったりすることもあるのでここでこの周りのテープを内側に折り込んでおきますあとは使うまでラップにくるんで保管しておきます。 この状態で3日から1週間ほどは冷凍庫で保管することができます。前もって作っておくときにはこのようにして匂い移りを防ぐためにさらにジップロックなどに入れて冷凍庫で保管しておいてください。はいではケーキができたので乗せていきたいと思います。ラッッッププを外外してててケーキののの上に乗せいいいきますますジップロックの部分は外れていないので 手で持って。はい、乗せたなら。位置を決めて、軽く押して固定します。下のクリームとなじませる感じになります。テープの一箇所を持って、そっと上に引き上げるようにして、剥がしていきましょう。ラインが崩れないように、ちょっと見ながら。無理な力がかからないように、遊ばせつつ。 剥がしていくといいかなと思います今回ぴったりくっついてる感じだから怖いな多少割れちゃったところありましたがなんとかつなげられてよかったではこの上をクリームで縁取っていきますちょっと今回段差があるので段差を隠すように ぐるっと一周絞った後、その周りも二重に縁取って飾り付けをしていきます。二重に絞るとこんな感じ。かっこいいですね。では通り部おなじみ。海山商店のプチトミシリーズラズベリーパウダーまたはストロベリーのパウダーを散らしていきます。はい、パウダーを散らすとこんな感じ。かっこよく仕上がります。 ショッピング用にフルーツも用意したんですがちょっとこの赤の部分をぶった切ってしまうことになるのでちょっとブルーベリーをね用意したんですけれどもうん控えようかなと迷っていますとりあえず今回はこちらで完成にします動画の最後に載せたバージョンも紹介していくのでよかったらそちらも参考にしてみてくださいはいというわけで東京リベンジャーズ 三谷隆くんのキャラケーキこちらで完成です今回参考にしたいと並べてみるとこんな感じの仕上がりになりました背景色ちょっと濃いめにしたことでより迫力がある仕上がりになったかなと思います以上ドリンチェイさんでしたチャンネル登録とツイッター、インスタグラムのフォローよろしくお願いしますでは次回もお楽しみにまた見てねバイバーイ はい、おまけ。周りにブルーベリーを並べてみました。間を空けてもちょっとバランス悪くて、もういっそこと縁取っちゃえって全部に乗せたらこんな感じに。悪くはないんですけれども、私はない方が好きかなという感じがします。部分的にアシンメトリーに、あの、ラズベリーやブルーベリー、ブラックベリーなどを飾ってみてもかっこいいかなと思います。そちらの方が良かったかな。あとは縁取りは、あの、 ピスタチオとかの刻んだので、全体を飾っても綺麗かなと思います。お好みのもので挑戦してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。